ベーリング界の一角千金はアメリカ合衆国のドキュメンタリー番組ディスカバリーチャンネルで2005年から放送されている世界一危険な仕事と言われるベーリング界のカニ漁を特集したシリーズで現在まで25シーズンが作られている撮影者はカニ漁の船にクルーと共に乗り込み毎年死者が出るほどに過酷なベーリング界のカニ漁の仕事とそれに携わる 人々のありのままを、寝食も運命も共にして、カメラに収めている。毎シーズンの最後には、撮影秘話や、撮影の裏側を編集した、総集編が放送される。命がけの仕事であるため、クルーの感情表現などもストレートなものが、多く、P 音による、自主規制が多く入るのも番組の特徴とも言える。第1シーズンより登場していたコーネリアマリー号の、 船長フィル・ハリスが2010年2月9日、脳卒中で亡くなった。フィル・ハリス船長は第4シーズンで倒れ、緊急手術をするなど健康状態がかんばしくなく、寮に出ることに関してもドクターストップが出るような状態があった。なお、第6シーズンでは、ハリス船長が船内で倒れてから亡くなるまでの模様を放送した。2008年にゲーム化され、デッドリースとキャッチ。 アラスカンストームとして販売された。ファーストシーズンのみ、DVD5 枚組で発売、レンタルされている。コーストガードマディバックスインジャード、ウーマン NER コールドベェイ、アラスカ、ユナイテッドステーツコーストガード、 http://www.uscgnews.com/.go/.doc/.4007/.2092378/.2014 年7月22日閲覧公式サイト。ありがとうございます。